この自分に負けたくない切り開く闇夜の先に溢れる切な人を失うぐらいなら最初から何もない方がマシだ。俺はずっと一人でもいいと思っていた。でもひばり、お前が俺の中にスッと入ってきた時、やっぱり一人は少し寂しいと思ったよ。最初はやかましいと思っていた他の仲間も、今じゃ俺の大事な一部分になってしまった。失いたくないものがこんなにできるなんて思わなかった。失うのは今でも辛い。しかし失うことを恐れて一人で生きていくのはもっと辛いんだな。もう俺は一人じゃない。どんな修行でも耐えられる。
大事なものが増えると強くなれるんだな。俺がこの力を使う理由はただ一つ。ひばりと仲間たち、ただそのためだけに。決めた以上は迷わない。ひばり、もっと強くなる。強くなって私たちを倒すってわけね。はるかさん、ちょっと冷たくない？黙っていなくなるなんて。私たちのことを知っても、それでもやっぱり嫌いだった？そんなことない。蛇女のみんなもいい人だって分かってる。でもひばりは。いいのよいいのよ、ここがもともとのあなたの居場所なんだから。でもここをずっと居場所にしたいのなら、超秘伝忍法書を取り返さないとね。できる？やってみせるよ。次に会う時が楽しみね。もちろん手加減はしないわよ。分かってる。それじゃさようなら、ひばり。はるかさん、さようなら。修行をしなくちゃ。はるかさんをがっかりさせちゃ悪いもんね。毎日飲み物。
よくできました。